こんにちは、ランチャンネルです。今回はですね、パソコンやタブレットなどから、映像とあと音に分けるための、道具っていうのを紹介したいと思います。最近は、パソコンも、あとタブレットもですね、HDMI で出力されることが多いと思うんですけれども、 HDMI でつなぐとですね、映像はもちろんなんですけれども音声も一緒に送ることができまして、今こちらのプロジェクター映像が映ってて、でこのようにテレビの中継システムの FPU と呼ばれるシステム、今このプロジェクター自体の音量をちょっと上げたんですけれども、このように一本の線で映像と音声が送れますっていう感じで、HDMI ケーブルっていうのが使われるんですけれども、よくですね、結婚式場だったりとか、あとホテルの宴会場だったりとか会議室だったりとか、このようにプロジェクターを使って画面を映したいっていう場面っていうのは結構あると思うんですけれども、でその時に一番問題になるのが、大きい会場の場合はですね、音声っていうのはやっぱり PA のスピーカーだったりっていうのを使って音を大きくしないと、みんなに聞こえないんでですね、別に音声だけ取り出す必要が出てくると思います。その時に、どういったものを使ったら、うまく映像と音声が、分けられるかというと、まずですね、こちらのこれスプリッターっていうんですけれども、入力が一つあって、出力が二つあります。なので、1入力の、2出力という、スプリッターになります。まだテストはしてないんですけども、一応 4K とか 2K も、対応しているそうです。こちらは、まず入力側ですね、HDMI のインプット、そして、こちらには、電源ケーブルを、挿すところがあります。そして、逆側ですね、こちらにはHDMI のアウトプットの1と2っていうのがありまして、これで例えばプロジェクターと変換ですね、そちらに送るような形になります。そしてその次に来るのがこちらの HDMI からアナログのコンポジットの映像だったりとか音声信号ですね、このようにアナログで出す機械となってます。こちらですね、Amazon なんかで、HDMI スペースコンポジット変換みたいな感じで、探していただくと、大体こういう形の、もので、いろんなメーカーですね、発売されています。その中でもですね、買ったのは多分1000円ぐらいだったと思うんですけれども、1000円とか、2000、3000くらいの、価格帯はあったんですけども、その中で比較的この安いタイプというのを今回買ってみました。こちらですね、特に操作というのは必要ないんですけれども、こちらに HDMI を入力して、でこちら側に例えばミキサーに送るための RC ケーブルをつなげば、そのまま音声信号をミキサーに入れることができます。今回はですね、使用しないんですけども、このコンポジットのコネクタを使えば、最近はあまりないと思うんですけども、 HDMI が、ついてないようなテレビとかモニターにも、つなぐことはできます。あとこちらですね、USB の電源、テレビ信号の、PAL と NTSC の切り替えボタンがあります。日本は基本的に NTSC にしておけば問題ないと思います。それではですね、実際に、iPad からプロジェクターと、あとは音声を一度ミキサーに入れて、で、そこからスピーカーで出すというふうな感じで接続をしてみたいと思います。まずはですね、HDMI ケーブルですね、こちらで iPad からの変換につなぎます。そしてこちらのスプリッターですね、こちらにつないでいきます。そして、あと電源も、つないでおきましょう。電源はですね、普通に 100V からこちらのコネクタでつないでいきます。
まあ、このような感じで、つないだらこちら側のランプがつきました。それではですね、まあプロジェクターと変換ですね、そちらの方にまたつないでいきたいと思います。 HDMI のアウトプット1からプロジェクターのインプットにつなぎます。一応これで、つながりました。では次にですね、こちらの変換ですね、こちらをつないでいきたいと思います。先ほどのスプリッターからこちらの変換の、HDMI に挿します。あとですね、こちらまあ買った時には、まあ AC アダプターとかついてこなかったので、ひとまず余っていた、まあ USB の、こちらのアダプターと、あとそれから、USB ケーブルを使って、電源を取っていきます。はい、こちらに、電源をつなぎました。では次にですね、まあ、変換が RCA なんで RCA ケーブルで、ミキサーはこちらのフォンケーブルですね、こちらになりますので、こちらを挿していきます。一応これでですね、接続は完了です。じゃあですね、まあ接続が全部できましたので、まずはプロジェクターを活かしていこうと思います。絵が出てきましたね。プロジェクターはしっかりと信号が来てます。じゃあですね、今度音の方を確認していこうと思います。まあ、こちらのフェーダーに音を入れてますので、こちらのフェーダーを上げていきます。広い野外とかっていうところではいいんですけど、もう例えば壁があったり、しっかり音も出てきました。こんな感じでですね、HDMI1 本からの信号で映像とあと音声とに分けることができました。まあ、こうすることによってですね、大きな会場だったりでも映像はプロジェクターで映しておいて、音声はしっかりと PA スピーカーで出すみたいな、まあ、そういった、まあ、宴会場とかですね、まあ、披露宴会場とか、まあ、会議室でだったりとかですね、そういった場面で、このようなシステムを組めば、まあ、かなりですね、便利な操作になってくるんじゃないかなと思いますので、もしそのような感じで、まあ、映像と音を、分けたかったけど、どうしたかわからないというふうな方は、ぜひですね、こちらを参考にしていただければなと思います。音声のこの変換なんですけども、一応あの USB で電源は送ってるんですけども、実はこれですね、まあ抜いても一応使うことはできるんですけども、まあやっぱりこの差してた方が安定をするということで、まあ電源はですね、念のために取っておいた方がいいかと思います。あとですね、まあちょっとこういう機器でまあ、あるあるなんですけども、まあ、挿す順番によって、ちょっと認識をしなかったりとか、 HDMI の、ケーブルによって認識しなかったりとか、あとこちらのですね、まあ、変換ですね、こちらに関しても、まあ、無音の時にですね、まあ、ちょっとノイズが、あったりする場合も、まあ、機種によってですね、ありますので、まあ、そういったところを、まあ、ちょっとよく確認した上で、本番で、使うようにしていただくといいんじゃないかなと思います。ちなみにこの、まあ、リコーの超短焦点のプロジェクターなんですけど、今10センチか15センチぐらい壁から離してるだけなんですけど、こんな感じで、くっきり出たりして、まあ、かなり便利な、プロジェクターになってますので、今後ですね、ちょっと紹介もしていきたいなと思ってます。もし今回の動画でですね、ちょっと接続の方法とか、どんな感じがいいですかみたいな、まあ、そのようなですね、ご質問があったらですね、ぜひですね、この下のコメント欄というのをご活用いただければなと思います。ということでですね、今回は、まあ、HDMI の信号を、2つに分けて、まあ、プロジェクターと音声と、で別々に取り出す、そういった手順というのをご紹介してみました。今後もですね、このような、まあ、音響とか映像に関する、まあ、動画だったりとかっていうのを出していこうと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録、そしてあと Twitter、Facebook、
インスタグラムなんかもやってますので、ぜひ下の概要欄をチェックしてみてください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。